んばんは、たつにです。こんばんは、ゆみねです。さーて、いよいよやったね。先週ね、うんうん、最後もう大盛り上がりでさ、そうだよね、ちょっと歌っちゃったけどねまた歌っとこうか。え、いい、大丈夫大丈夫。ほら大丈夫、歌いたいの。だからでも心がこうさ盛り上がるじゃんねえ、もうあれから逆マジック出たし、うん、本当だね。もうすっかりタツにあれだよね、タツクロウから。そうだよ。何あれレオ、レオ、レオか、うん、レオになっちゃったね。あれさ、うん、ライオンズの試合最近すごいよく見てんだけど、うんうんうん、あのレオすごいね、バク転が。そうなのよ。あれ体操選手かなんか入ってんのかな、あの子か BB かっていうぐらいすごいんだよね、ファイターズの。そう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 、バク転ね、うん、よくあんなもんかぶってできると思うな。本当だよね。いやでもさ、うん、ちょうどこれをみんなが聞いてる頃は、うんうん、ライオンズ球場にいるんだよね。そう、私たちね、うん、そう、いやもう目の前で今応援してる、もう大興奮で多分ね、そうそうそう、応援してる頃でしょう。そう、うん、そうなの、まあ、お待ちかねの佐藤龍聖選手のインタビューを本日お伝えします。はい、結構ユミね緊張してたよな。なんかねもうね泣きそうだったの。なんかそういう感じだもん。うん、なんかね、うん、もう知ってるじゃない両親とも。そうだよね。でもう本当自分の息子かのように勝手に思っちゃって、うん、もうすごい頑張ってると思って、もう抱きしめてあげたくなっちゃった。あ、そうだ。まあまあまだまだ初々しくてさ、うん、もうインタビュー慣れもしてないから。可愛かった。こうちょっとねボソボソ喋る感じでさ、うん、もうちょっと元気出してよって感じだったけど。いやあの、うん、とっても盛り上がるところがあるから、うん、みんなそれ注目してね聞いてもらえればいいかなと思うね、はい、まあでも先週も言ったけど、うんうん、やっぱそのライオンズというチームの体制というかね、うん、いい球団でした ね、うん、すごいあったかみを感じたし、そうですね、広報の方も本当に龍聖のことを ね、うん、あのすごい可愛がってくれてるのがもうひしひしと、いやよく見てると思うよ、うん、まあ、入団1年目でさこの優勝争いをしている時に一軍に残ってるってさ、うんうん、なかなかないよね、うん、そうだよね、うん、いやもうビールかけできるんだよ。あ、ビールかけ、あ、できるね、22歳だもんね、うん、そうよ、できるできる、うん、だその可能性だって十分あるわけじゃん。そうだよ、まあ、まあまだまだ予断を許さないというかさ、最後まで熾烈な争いをするんだろうけど、うん、でも嬉しいね。いや可能性あるからね、楽しみ、うん、これ龍聖にとってもすごいいい経験、うん、そうだよね、幸せだよね、うんうん、入って最初にさ、うん、まさかその優勝争いができる、うん、そのベンチにいられるんだから、うん、これはこう一生のあれじゃない、うん、経験になるよね、うん、なかなかだって入ったって優勝できない人もたくさんいるしさ、うん、そうだよね、優勝できずに野球生命が終わる人だってたくさんいるわけでしょ。 いるいる、ね、一回は優勝したいってみんな言うしね、うん、いやそれこそ一本もホームラン打てない人もいたりさ、まあ、みんなそれぞれねいろんな形でドラマがあってさ、まあ、プロ野球に入団してもそういうのを味わわずにね、あの引退される方とか結構いらっしゃるからね、まあ、そう思えばドラフトで指名されてさ、うんうん、ドラフトで指名されればさ1位も7位も関係ないんだよ、もう入ればみんな一緒だから、うんうんうん、ね、それまで注目されていてさ、うん、どうだああだっていうのがあるぐらいで、うん、あとはもう実力の世界だからね、うん、でもまあ龍聖はある意味それを勝ち取ってるわけじゃない、うん、実力でさ、本当だね、もう本当に嬉しい、なんかもう涙出ちゃう、うん、その模様はねこの後お伝えします。はい、はい、それでは参りましょう。はい、初にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で札幌ラジオ TVT FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 出雲をネットしてお送りします。いいね。
さて今日ははい北海番外じゃないよ。はい、もう何度も告知している通り、うん、埼玉西武ライオンズの佐藤龍世選手のインタビューをこれから聞いてもらうわけでございます。はい、これさ今日聞く人はさ、はい、なんで佐藤龍世という選手のインタビューするか知ってるか、うんうん、あ知らない人も多いかもですね。だよね。まあ、佐藤龍世選手というのはユミネの高校時代の同級生の佐藤光香里夫妻の息子さん。そうですね、はい、でずっと野球やっててね、北海高校から富士大学に行って、うん、富士大学ではまあリーダー的な選手だったよね、うんうんうん、でそれで昨年のドラフトで西武ライオンズに指名されて、うん、めでたくもう今や一軍定着。そうですよね。ポスト中村拓也みたいなね、うん、存在になってるわけですよ。それをやっぱ皆さんにインタビューお届けしなきゃ、あっけし出身の演歌歌手としては許せないって感じだよねそう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 。ね。でもまだ喋るみんな待ってると思うんだけど。あ、そう？わかりました。じゃあそれでは、はい、早速インタビューに行ってみよう。はい。はい、本日は埼玉西武ライオンズ佐藤龍世選手に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、埼玉西武ライオンズにドラフトされる前の心境というのはどんな感じだったんでしょうか。4年生の時の結果が全然良くなかったんで、うん、やっぱりこう指名されないんじゃないかっていう。あ、なるほど。のがやっぱり大きかったですね、うん、はい、そこで指名されました、はい、その時はいやもう本当嬉しくて、うん、頭真っ白になりました。いや僕らも嬉しかったもんね、本当に。それでこの間ね、あの一軍に最初は上がったけど一回落ちてでまた上がってというのをまあ繰り返して今現在に至ってますけど、入ってみてどんな風に変わったのかな、その入る前と。まあでも今まではやっぱこう学校ありきの生活で野球がついてきてたんですけど、うん、今はもう野球しかないんで、うんうんうん、もうずっと野球できる環境なので、そこはやっぱり変わったところですかね。そうだよね、やっぱ嬉しいかな。そうですね、うん、はい、まあ、辛いこともたくさんあるだろうけどね、はい、あえてこう三つ具と言わせてもらうけど、お父さんね、はい、お父さんはやっぱとっても喜んでるし、はい、やっぱ龍世をねプロ野球選手にするために、まあ、三つ具すごいやっぱ頑張ってたしね、まあ、三つ具の気持ちも俺すごく分かってね、まあ、嬉しいところなんだよね、はい、うん、そんな中で初ホームラン、初お立ち台と見させてもらったけど、どんな感じだったかな、あの感触は。ホームランの、うん、いやでもあの ホームランはもう、うん、結構打った瞬間いったなって。あ、まあでももう嬉しかったですよ。そうだよね。あのボールはどうしたの。部屋にあります。部屋の三つ木にあげないの。いや部屋に飾ろうかな本当家にかすんのね。香里ちゃんも待ってるかもしれないよ、ボール。そうですね。ねえ、あ、そう、はい、初ヒットのボールはどうしたの。初ヒットのボールは、うん、なんか部屋に3個ぐらいボールあって、うんうん、そのどれのどれが初ヒットもう忘れちゃった。初ヒットとあとその初ホームランと、そう、あとなんか、あと何なの。それぐらいじゃないですか。あ、それぐらいか。もうそれどれがどれだか分かんないじゃん。あ、そっか。ホームランは分かるんですけど。あ、ホームラン分かんのね。ヒットはどれか分かんない。あれでもね、撮ったあのファンの人がね渡してくれてね、はい、あの映像で見たけど記念ボールだもんね、はい、あ、そうかどうかな、最近出たり出なかったりというかニュースではまあずっと見させてもらってるけど、はい、モチベーションやっぱ保っていかなきゃいけないでしょ。で、まあ、今チームも優勝争いしてるじゃない、はい、だからまあ当然テンションは低いわけはないんだけど、まあ、常に勝つという姿勢でねやってるけど、ライオンズにはなんつっても主砲の中村選手がいて、龍世はそのバックアップというかね、まあ、そういう今感じで出てるんだけど、そういうところのこう心境というのはどうなのかな。そうですね、でもやっぱりこうそのなんていうんですか、バックアップの位置にいないと、うん、やっぱりこう一軍の試合には出られないので。そうだよね、やっぱりそこにの立ち位置にこういさせてもらってることが、うん、はすごいありがたいですし。そうだよね、やっぱりチャンスは少ないですけどあるんで。あるよね、その少ないチャンスはやっぱこうものにしようっていうのにもう練習はずっと
必死にやってます。そうだよね、はい、いつだからその巡ってくるかわからないから多分相当なモチベーションで常に準備をし続けないといけないでしょ。だ例えば代打にしたってね、はい、それこそ守備固めにしたってね、そういうのってのは一番やっぱこう精神的にも辛い、頑張んなきゃいけないところだと思うもんね。これから当然今はチームとしては優勝、もう優勝目指していくと思うんだけど、自分としてはどうなのかな。そう、自分としては、まあ、今年はもうこういうなんていうんですかね、バックアップっていう話も言ったんですけど、うんうん、それ中村さんの、うん、こう守備固めとか、うん、あとはこう中村さんが DH の、うんね、サードとか、うん、そういうところで、うん、まあこうチームに貢献できるように、うん、今年はそれで。そうだね。でもすごく存在感は得たような気がするんだよね。まあもともとキャラクターがさ、僕らから見てると森選手にちょっと被るかなって感じがするぐらい森選手に怒られるかな、うん、大丈夫。そういう明るいところをリュウさん持ってるから、はい、だからそういう意味じゃね、頑張っていけんじゃないかなと思うし、はい、山川さんとか殿崎さんとかね、先輩なんか優しくしてくれる。そうですね、うん、もう山川さんも殿崎さんも優しいですけど、うん、みんな他の先輩も、あ、本当本当みんな優しい。中村さんもちゃんといろいろ教えてくれる。聞いたら、うん、教えてくれます。あ、本当、はい、あ、でもやっぱそういう姿勢って大事だよね。やっぱり素直にこういろいろね聞ける、それもいい先輩に囲まれてるからだね。そうそう、今そのチーム優勝に向けてチームの雰囲気ってどうなの。いや、でもやっぱりこう、うん、自分が開幕最初1軍に行っての1ヶ月間でと、まあ、ファーム落ちて1ヶ月間後にまた上がった時の雰囲気とはやっぱりこうみんなこう気合いの入り方っていうか、あ、違う、やっぱりこうベンチにいても分かるんで、あ、やっぱそういう面では結構こういい雰囲気でチームも勝ててるんで。そうだよね、いい雰囲気でやれてると思う、うん、そうだよね。明日から直接対決だし ね、 そうですね、うん、一気にここで行きたいよね、はい、じゃあちょっとユミネから質問。ちゃんと食べてるお母さんです。親かお前食べてる。食べてます、食べてます、ご飯は。今日かおちゃんに、はい、ゆるゆせいの好きなものを聞いて持ってきました焼きそば弁当ですか。そうだよ、まあ、めっちゃ嬉しいっす。あとね、カツゲもあるから、まあ、マジっすか。いい、ありがとうございます。この中に生えてるから飲んで北海道名産、三宝六、三宝六と、はい、めっちゃ好きっす、ありがとうございます。よかった。ちょっと今アッケシで皆さんが流星のことをすごく応援してると思うんですけど、みんなに何か一言いただけたら嬉しいなと思うんですが。アッケシのみんなにですか、うん、まあ、今はこういう中村さんの後っていうか、はい、そういうバックアップの立ち位置でも、うん、こう一軍で試合に出させてもらってるんで、うん、まあ、こうそういう試合に出れることがね、うん、一日でも多くなれるようにこうテレビで見てもらえるように頑張りたいと思います。はい、先日 の、 釧路球場で会った時に、はい、綾乃ちゃんと一緒にやりましたよね。あの時の心境とかってどうだったのかな。はい、いやでもなんか不思議でしたよねすごいよね。でもね、いいとこでね、はい、すごいみんな、うん、私もその日は行けなかったんですけど次の日行ってたんですけど、ね、見れなくて残念だったんだけどこれ来て行ってましたけど、はい、頑張ってもらいたいなってすごいみんなで話してるので、はい、まあ、プレッシャーにならないように頑張ってください。いや大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、プレッシャーには強そうだからね。逆境に強いタイプに見えるけどね、まあ、三つ国言わせるとそんなことねえよって言うんだけどさ、ね、でもご両親も本当応援してるし、まあ、みんなも応援してるし、たくさんファン作ってね、これからもさ頑張ろう、はい、ありがとうございます。本当に今日は埼玉西武ライオンズ佐藤龍生選手のインタビューをお届けしました。ありがとうございました。どうよ、ねえ、嬉しいよね、やっぱな、本当、まだまだな、本当に新人の新人って感じだけど、うん、一番盛り上がってるのが、まあ、焼きそば弁当って話じゃねえだろって感じだよね、活言とね本当だよ、これもう本当ローカル話なんで、ね、ちょっと説明してあげてよ
あの、まあ、あの焼きそば弁当はあれですよ、うん、こっちで言ったらペヤングみたいな、ね、焼きそばのカップラーメンだよな、うん、カップ焼きそばな、カップ麺みたいな、そうね、うん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 、でもねすごい美味しいの。そうだよね、うん、俺も食べたことある、うん、すごいね、最近いろいろいろんな味が出てて。あ、そう。そうです。私もやっぱり帰ると食べたくなる。もともとはだから北海道限定の食べ物だ、うん、そうです、そうです、うん、北海道でしか売ってないよ。あ、売ってないんだね、うんうんうん、だそれが流星の大好物の一つ。そうか、カツゲンって何？串カツ？違う違う、カツゲンっていう、うん、あの飲み物です。カツゲン、そうです、カツゲンか、活力のカツに、うん、源元気のゲン、はい、カツゲンって書くわ、はい、でもまあカタカナですけどね。あ、カツゲンってね、うん、それは何？まあなんか、ヤクルトより美味しくて、あ、ヤクルトみたいな、ああいう乳酸菌飲料なんて、うん、そうですそうです。あ、そう、もっとね、北海道らしいってこと？さらっとしてて、うん、すごい美味しいの、うん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 、それが多分ね、あの、まあ、かおちゃんに聞いたら、うん、好物だよって言うから、うん、よしこれは買っていこうと思って。カツゲンは普通にね、北海道だとコンビニで売ってるの、うん、コンビニでも売ってる。あ、そう、うんうんうん、なんだ、今もう売ってないからね、こっちにはね。飲んでみたかった？飲んだことないもんな。あ、そう、うん、最初カツゲン、カツゲンって何のカツなのかなと、うん活力のカツね。そうです。それはまあ流星にはぴったりじゃん。活力と。そうなの、そうなの。元気の源。うん。あれ好きなんだね。そうそうそう。あと何？あとは三宝六って言って、うん、なんだろう、お菓子なんですけど、うん、バームクーヘン。ああ、はい、バームクーヘンね。北海道の。北海道メーカーです。へえ、うん。その3つを持って、だってさ、あの広報の人がこれ全部持ってって写真撮ったもんな。そう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 。あきっと。ライオンズのホームページかなんかに上がるんじゃないか、うん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 、今日はインタビューがありましたみたいな ね、うんうん、それからさ、うん、中のインタビューの中ですよ、ゆみねえがさ、綾乃ちゃんね、そうね、まあ、佐藤綾乃ちゃんってね、うん、まあ、僕は知ってるけど、うん、綾乃ちゃんの説明をしてあげて、うん、あ、そうですね、うん、佐藤綾乃ちゃんはですね、うん、流星のいとこになりまして、いとこね、皆さん知ってるかな、パシュートっていうスピードスケートで3人で滑る、はい、知ってます、スピードスケートありますよね、うん、あれで金メダルを取った高木、そう、兄弟、兄弟と、うん、そこに一人さよは佐藤綾乃ちゃんが入ってた、そうです、それが3人のチーム で、 そうです、で金メダル、そう、最年少金メダリストらしいよ、だよね、うん、それがいとこなんでしょ、うん、そうなの、佐藤家すごいから、佐藤一族すごいね、うん、そうなんです。はあ、それが白球場で、うん、はい、始球式にやった時に呼ばれて、うん、綾乃ちゃんが始球式に出てきたと。そう。で、バッターボックスには、うん、その日スタメンではなかったんだけど、うん、流星が出てきたと。そうなんですよ。粋な計らいだよね。うん、なかなか ねやるよね。それってファイターズ主催だったんじゃないの？ファイターズ主催だけど、うん、だからファイターズ側で綾乃ちゃんが投げるじゃない。うん、で流星がバッターボックス立つ、あ、それでいいわけ、ファイターズのユニフォーム着てたの、アイアの、そうだと思いますよ、あ、そうか、うん、私はその日はちょっと見に行けなかった、でバッターは一番、うん、本当は秋山だけど、うん、代わりに流星が立って、うん、生きの誇りだね、ファイターズ、さすがだ ね北海道愛を感じるね、もうね、本当に、まあ、それは北海道の選手が金メダル取ってさ、うん、まあ、敵とはいえ、うん、野球選手がさ、うん、まあ、西武ライオンズだけど入るという、うん、それをこう、うん、ね、始球式に使うなんてね、うん、なんかほらやっぱりさ、うん、なんだろう、まあね、ファイターズがみんな好きですけど、そうだよね、やっぱ流星が出てるんで、私もファイターズ着てたけど流星のユニフォームも持って行って、うん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 、応援両方しましたもん、あ、そうか、うん、釧路の人ってさ、うん、どのぐらい流星がライオンズに指名されたっての知ってんのかな、結構ほら新聞にも載ったし、あ、結構皆さん知ってると思います、あ、そうか、まあ、明石の皆さんはねすごいよく知ってると思うけどね、うん、地元のヒーローですからね、あ、そう、だから、うん、その試合も結構そういう雰囲気あった、うんうん、明石からもすごい見に行ってたし、まあ、そうだよね、そうそうそう、まあ、ちょっと出れなかったのは残念だけどな、うん、そうですね、まあ首位争いしてるから、うん、まあ、それはもう勝つこと優先だからね、うん、まあ、まあそういう出番が来るけど、まあ、インタビューの中でも言ってたけどさ、うん、中村拓也というね、うん、まあ、今4番でさ、小森くんね、うん、その、まあ、いわゆる打ちますもんね、今バックアップとしてね、うん、いつでも出れるように、うん、やっぱモチベーション保つっていうのは、うん、本当に大変だと思うんだよね、うん、で少ないけどチャンスはあるって言ってたからさ、うん、まあ、それだけ気持ちもね、う
ハイテンション保ちながら、いつ出ろって言われてもいけるように、まあ、やってると思うよね。なかなかね、そういう機会ってないじゃないですか。ないよ。ね、でもこう与えられたチャンスをものにするように頑張りたいっていうことがね、すごい伝わってきて、涙出そうになっちゃった。始終そんな感じ。あのね、またこれオフ企画やろうかなと思ってるから。そうですね。シーズン終わったらね、まあどうなるかわからんけどさ、オフ企画だともうちょっとゆっくり話聞けるかなと思ってね。今回はいろんなまあ候補の方とお話ししてね、そんなに時間取れなくて、まあましてさ、練習の前、試合の前のね、練習の合間を縫ってね、撮らせていただいたんでね、まあ、この場を借りて本当にライオンズの候補の皆さんにはお礼を申したいと思います。はい、ありがとうございます、ね、いや本当に良かった、行ってね、良かった。今日は埼玉西武ライオンズ佐藤龍聖選手のインタビューをお届けしました。はい、誰がやる。さて今日の俺がやらなきゃ誰がやる、はい、今週さ、千葉行ったのよ。あ、千葉は台風どうでした？そうなんだよ、ねえ、まあ、千葉のね、千葉だからあの駅前はね、もうまさに千葉駅のさ、目の前で、まあ、行ったのは、拉致問題の勉強会をやって、はい、千葉駅前で署名活動するっていうね、ことをやって、まあ、いつもあの僕がやってる遊泳前線のヤングリブスのね、千葉県支部の皆さんが集まってくれて、それでやるんだけどさ、まあ、千葉ってね、その台風のね、先週からずっと続いてるじゃない。そうですよね。停電とか未だに回復してないとかね。で、その労働組合の皆さんだから、まあ、それぞれみんなお店なんだよね。自分のお店が被害が出ちゃったりとかさ、そういうとこもあるし、まあ、もしかすると社員の方とかね、そういう人たちが被災してるとかっていうのはあるかもしれないんだけど、でもね、結構集まってくれて、ありがたいですね。まあ、あの皆さんもご存知の松本清さん、はいはいはい、してでしょ、もうたくさん人連れてきてくれてね。ああ、そう、でも被害もあった、多分そうだと思うよ。ですよね、連れてきてくれて、だからまあそれぞれみんなね、そのいろんな事情があると思うんだけど、まあ、その拉致問題の、まあ、署名活動のために集まってくれて、非常にだから今回ね、ありがたいと思った。まあ、千葉駅の周りはね、もう全然別に普通だし、電車も走ってるしさ、みんな日常生活を送ってるけど、まあ、それこそ房総半島のね、先の方とか、間なんかところどころでさ、まだ停電してるとこいっぱいあるじゃない。そうですよね。ね、それでなんかニュースも見てるとさ、こうボランティアの方が来ないとかね、雨降ったらさ、雨漏りしちゃってブルーシートがかけられないとかね、そういうことも言ってるしね。いや、私もさ、ボランティア行こうと思ってね、なんかできることがあるかなと思ってさ、調べたの、でそしたら今必要としてるのはなんか瓦礫の撤去とかだから。そうみたいだよ。そうするとちょっと、なんかこう足手まといになるのかなと思って。まあそうね、なんか大きな重機を使って、その倒れた木とか、あと屋根の修理とかさ、そうそう、ね、ブルーシート貼ったりとかさ、それも人がいないって言ったね。そういうことだとちょっと、まあ無理だな、ね、まだな、だからこう家の中の片付けとか、そういう時期になったらちょっと行きたいなと思ってるんです。そうだね、そのうち多分出てくるんじゃない、そういうのは。もうとにかくそこに行くのが大変だって言ってたから、途中がね、だからまず先にそういう道路の整備とかね、危険を回避できるような瓦礫とかそういうのをさ、全部撤去したっていう後からの出番だと思うけどね。でもまあ、奥にさ、そのいる人たちはもうそれも早く来てほしいわけじゃない。そうだよね、それがなかなか進まないし、食べ物だってさ、ね、困るでしょう ね、水とかもね、まあ、電話が通じないとかさ、スマホだって充電はできるけど、電波が来てないとかね、今ほら移動基地局って車で行ってさ、こう中継するようなんでこう繋ぐようにしてるっていうけど、まず情報が入らないとか ね、そういうのもたくさんあると思うし、うちがやってるそのこの FM っていうのはさ、はい、
各地でいろいろその防災に関わるようなことをいろいろやってて、まあ、北海道は地震が起きた時もね、うん、やっぱすごく活躍したりしてたよ ね、 よね、うん、まあ、もちろんみんなそういう意識を持ってさ、うん、ラジオ局としていろんな情報を提供しようっていうのがあって、うん、敦賀のね、うん、ハーバーステーションなんかはもう本当防災センターみたいなね、はい、防災ステーションみたいになっていて、うんうんうん、その自治体と、うん、まあ、コラボをしてさ、うん、ラジオを、うん、まあ、ご家庭に配布して、うん、それでそういう時になれば緊急情報を流すとか、うん、そうですよね、うん、だって電気が止まっちゃってもラジオだと聞けるしね、そうそう、電池さえあればね、うん、まあ、軽く毎日つけてたって 1ヶ月以上は楽々持つわけだし、うんうんうん、あとほらぐるぐる回してね、あ、そう、あるよね、る防災グッズとかにさあるでしょ、うんうんうん、でまあスマホは充電はできたけど、うん、電波が来ないから情報が取れないとかさ、うん、テレビだってね、うん、まあ、電源が、うん、電池で動くテレビって今はないの、昔はちっちゃいのあったけどな、だからみんなその車に避難して、まあ、車はカーナビとかついてりゃテレビが見れたりね、でもさ、ガソリンもね、行くのも大変だって言ってたじゃない、何時間並んで売り切れましたみたいな ね、 そうだよね、行くまでのでもさ、ほらね、大変な、ね、何リットル使うとかあるじゃない、うん、そうそう、まあ、暑いから、うん、そのエアコンがないからね、そう、なんかお水のお風呂入ってたとかって、そうそう、子供とかがでも ね、結構寒くなるじゃないこれから、なるよ、今度は寒さだ、台風も来るでしょ、うん、雨もね、うん、結構梅雨のも降ったりしてるから、うん、それで雨漏りしてブルーシートが間に合わなくてさ、うん、家の中にカビが生えちゃったとか、そうだよね、うん、そういうこともあるだろうし、うん、まあ、だから、まあ、一刻も早い復旧をね当然しなきゃいけないんだけど、うん、やっぱね、うん、最初の見通し、うん、これはまあちょっと僕も漏れ聞いたというか伝え聞いたで、うんうん、確証を別に裏取ってるわけじゃないんだけど、うん、政府がね、うん、早いとこ復旧できる日付を出せって言ったみたいよ、だから東電は3日ぐらいで復旧しますって言っちゃったっていうことらしい、まあそれは政府側としてみりゃさ、一刻も早くね、そうだよね、そう復旧しますというふうにそれは報道したいわけじゃない、まあそれで安心感をさ得るってことは当然あるんだけど、東京電力はこれは相当大変だと思ってたみたいよ、今さほら今日テレビとかではやってたんだけど、うん、いろんな例えば九州電力だったりさ、うんうん、北海道電力だったりさ、うんうん、たくさんのその地方からの人たちが来て、うん、今復旧活動頑張ってますっていうのを見て、ね、ね、なんかちょっと涙出そうになっちゃった、そうだよね、うん、だからもう賄いきれない人も足りないから、うん、そうそうそう、各電力会社から、うん、まあこれは本当震災の時もそうだったけどさ、うん、いろんな地域の人たちがね、うん、これってねやっぱ日本人のすごくいいとこだと思うんだよね、うん、そうそう、すごい思った私も、うん、東北の時の震災の時もさ、うん、まあ、ボランティアに行ったんだけど、うんうん、そのやっぱトラックがさ、うんうん、災害支援って貼ってあるねトラックものすごい行くんだよ、うん、もうだそこにはさいっぱい物資が詰まってるわけじゃない、うん、ああいうこう一致団結してみんなを助けようっていう力はさ、うん、すごいと思うんだよね、うん、まあこれだけ地震が多い国だから ね、 うね、もうお互い様っていうのもあるだろうし、うん、それこそ阪神淡路みたいな時はね、うん、それ逆でもこっちから行ったんだろうしさ、うん、まあ、そういうのがあると思うんだけど、うん、やっぱ何かこうあった時に誰かのために助けになるならばっつってさ、うん、さっき峰が私もボランティアにっていう、うん、そういう気持ちってみんなあるんだよね、うん、だからなんかそこのところをさ、うん、まあ、僕がやってる仕事は通じるかなっていつも思ってて、ね、うんうんうん、まあ、もちろんね、その千葉でやった署名活動もね、うん、短い時間だったけど、うん、たくさんの人が足を止めてさ帰ってくれるわけ、うんうん、で早く帰ってきてほしいからとかね、うん、それぞれそのヤングリーブスの若い子に手伝ってもらったんだけど、はい、みんな声をかけてくれるって言ってたよ、うん、やっぱ分かるんだよね、うん、そうですね、うん、そういう気持ちって日本人ってすごく持ってるから、うん、優しい、うん、ね、うん、そういうのを大事にするために、うん、やっぱりこうみんなに本当のことを知ってもらいたいというか、うん、そのためのこの俺やらでもあるわけで、うん、そうですね、やっぱ苦しんでる人はたくさんいるからさ、うん、なんとかニュースだけじゃさやっぱり通じないんだよね、うん、そうですね、うん、本当にね昨日話を聞いてくれた千葉の子たちも、うん、みんなそういうふうに言ってた、うん、テレビのニュースだけじゃ分かんなかったと、うん、本当はこうだったっていうのをね、そうですよね、うん、それで初めてなんか自分たちも、うん、
そこに参加するっていうか、うんうん、その意味が分かる、何のためにこれをやってるのかっていうの意味が分かるって言ってたから、うんうんうん、なんかまあね、確かにもう被災されちゃった方はもう大変だし、うん、一刻も早く復旧しなきゃいけないんだけど、うんうん、やっぱそういうのを気持ちを大事にしてさ、うん、まあなんか一時が万事でいろんなことにこう、うん、そういう気持ちを持ってね、うん、やっていけたらいいんじゃないかなと思って。そうですね、うんうん、そう思うじゃないかなと思ってね。なんかすごくね、うん、ここのとこほらみんなに報告してるじゃない、俺いろんなとこ出張行ってさ、うんうんうん、熱い子がいっぱいいて、まだまだ捨てたもんじゃないと思うわ。いやもう絶対やり直せると思うよ、いろいろと。そうですね、うん、それも若い力で、タツニーがこういろいろ各地に行っていろいろね、うん、あの勉強会とか開いてくれてるのもあるのか、うんうん、私結構 Facebook の友達申請が、うん、あのね、この前は出雲の人が多かったんだけどね。ああ、そう言ってたよね、うんうんうん、俺も来たもん。来たでしょ、うん、来た。いや今回すごいの、福井ばっかり。え、そうなのよ、俺には何も来てないよ。メッセンジャーも来たり。あ、そう、全然来ない俺には。本当？じゃあ私とお友達になった人から行くと思います。あ、そう、うん、なんだよ、福井情報もだからそういう人たちから聞きたいなと思ったりして。あのね、俺やらね、うん、TY 俺やらのメールあるでしょ、うん、はいはい、あれも来たよ。お、いいですね、うん、来ました。来た。あの一人の方なんてね、聞いてますかしか書いてない。でもそんなんでもいいよね。そう、嬉しいよね。だからみんななんかちょっとコメント書いてくれてね、うんうん、まあ、それぞれみんな返したんだけど、うんうん、やっぱね、つながってる感がある、うん、すごく、ね、うんうんうん、そう、福井、うん、あ、嬉しいね。う、うん、だからね、やっぱり福井行ってみたいなと思いました。だよ、ね、出雲もそうだし、出雲と福井ってあれじゃないですか、あのリスラジが聞けないから。そうだよね、電波だけだからね、電波で聞いてるってことじゃない。そうよね、すごい嬉しいな。ありがたいね、うん、あ、なんで俺には来ねえのに。まずは取っかかりやすい方からっていう。あ、そうなの、それなに。俺が柄が悪いってことか。風貌がさ、こうじゃない。そうかな、うん、そうよ。キャー、タツニーってのお待ちしてます。だからほら、私結構タツニーは、うん、ね、うん、なんか違うんだよっていうのを言ってあげようと思って、うん、キャー、タツニー、キャー、タツニー来ないでみたいな。あ、そう。いやでも嬉しいね。うん、うん、いや、なんかでも秋田もそうだしさ、うん、福井もいよいよ来たか。そうなの。へえ、ね。いや、なんかでもさ、今回も思ったけど、やっぱり人のつながりってすごく大事だし、うん、あったかいし、うんうん、なんかそういうの大事にしたいな。まあそれが何かあった時に、うん、みんなのそれぞれ手助けになるっていうかね、うん、そういう感じをとっても受けました。はい。タツニー、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ、はい、今日はね、うん、千葉つながりでちょっと行こうかなと思って、うん、はい、今回ね、はい、千葉で拉致問題の勉強会をやって、うん、まあ、千葉のね、企業のたくさんの方が来てくれたわけ、はい、でその中に、うん、千葉薬品ってね、ヤックスって今ドラッグストアね、はいはい、千葉にたくさん店舗があるんだけど、はい、まあ、そこの方が来ていて、うん、実はね、これは何回も昔から呼びかけていたんだけど、うん、そこにお勤めだった、はい、まあ、女の子がいるんだね、うん、その方がいなくなっていて、まあ、社員証がね、うん、その千葉薬品と書かれた社員証が、はい、千葉港に落ちていると、いう証拠の残し方、まあ、僕ら流に言えば証拠の残し方だよ、うん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 、という方がいるんで、うん、まあ、その方のことについてね、まあ、いつも千葉に行った時話してたわけ、はい、うん、そしたら今回その千葉薬品から来てくれてね、うん、 そうですか、うん、それでまあ話を聞いてくれたんだけど、一人の方は関谷敏子さんという方、はい、でもう一人遠山恒子さんっていう方、お二人の女の子なのね、はい、同じ千葉薬品さんに勤めてて、そう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 、うん、勤めてて、はい、で実はこの失踪はもう一人男性がいて、はい、3人でまあ車で出かけて、はい、まあ、そのまま車ごといなくなっちゃったわけ、うん、まあ、これ結構
あるパターン。あるんですか。そう、車ごと失踪するっていうのはあるパターンで、まあ、他にもそういう方いるのね、うん、車ごと連れてっちゃうの。いや車はあの、ね、北朝鮮は車がないから車も欲しかったりとかするのかな。まあな、まあ昔キム・ジョンイルがあの RX7 とかさそういうのも欲しくてな、うん、コレクションしてるみたいなのあったけど、うん車は海に例えば沈めるとかね、うん、そういうこともあるかもしれないし、うん、前にも言ってるけど、うん、その車を残してさ、そこに自分の、はい、その本人の、うん、まあ、身元が分かるものが免許証とかそういうのが置いてあってね、まあ、さんも自殺したかのように見せてとかっていうことですか。そういう話もしたことあるじゃない、うん、そうですね、まあ、そういうパターンもあるんだけど、うん、要は車ごと丸々いなくなっちゃうと。へー。いう失踪の中にもこの関谷さん、遠山さんと男性もう一人は含まれるということで、うんうん、はい、今回は関谷敏子さんの、はい、お姉さんね、はい、それから遠山恒子さんのお姉さん、うん、お二人のメッセージをまず聞いていただきたいと思います。はい、敏子元気ですか。姉の英子です。私も今年は還暦を迎え60歳になります。あなたがいなくなって38年が経とうとしています。母ちゃん、兄貴、美佐子も皆元気です。父ちゃんは昭和58年に亡くなりましたが、母ちゃんは毎日毎日みんなに世話になりながらあなたの帰りを待っています。私たち全員敏子のことを一日も忘れたことがありません。また元気で会えることを信じてどうか頑張ってください。姉英子より。常子、常子聞いてますか。姉の雅子ですよ。あなたが消息を絶ってからもう7月で38年になりますね。父さんは必死になって探し回りました。でも何の手がかりもなく1年半後に病に伏してしまいました。半身不随の身になり、常子のことを探せない悔しさ心配しながら55歳の若さで亡くなりました。母さんは1年半前に大病しましたが元気になり畑仕事をしています。でも85歳になり無理はできません。元気なうちに会わせてあげたいです。私たち兄弟もどんなに会いたいか。常子の甥姪も5人いますよ。常子も体に気をつけて頑張って生きてください。絶対会える日を夢に見て信じてみんなで待っています。雅子。関谷敏子さんのお姉さんの英子さんと、はい、遠山常子さんのお姉さんの雅子さん、はい、まあ、メッセージを聞いてもらいました。はい、お二人いっぺんに、まあ、さらにその男性もいて3人いっぺんにっていうのはね、だからまあそういうのは逆に少ないのよ。ご夫婦だったりさ、うんうん、まあ、それこそ認定の拉致被害者だってね、アベックで連れて行かれたりしてるんだけど、はい、まあ、これは3人で車ごと、うん、というケースなんだよね、うん、そのわざわざその自分のね働いていたところのさ、はい、社員証をその千葉港に置いていくというのは、うん、これはまあ北朝鮮 の, その偽造じゃないかというふうに考えるのが、これまでいろんなところを見てると、うんうんうん、それは自然だし、ね、そうそう、うんうん、まあ偽造の理由としてはその千葉港に飛び降り自殺をするとかさ、うんうんうん、まあ、そういうところに目を向けるために、うんうん、ということだし、それにしては車がないのはおかしいし、そうですね、うん、やっぱ持ってったんじゃない、持ってたのか車ごとな、うん、ということもあるしね、うん、でまあ、多分ご家族にとってみればそうやってその、うん、自分のね、はい、身内が働いていた、うん、まあ、ところのね若いみんなが、うん、自分たちと同じ職場の人が、うん、もしかすると北朝鮮に連れて行かれてるかもしれないというそういうことになればさ、はい、まあ、とってもありがたいと思うし心強いと思うし、うん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 、まあ、そもそもその遊泳前線というのは、はい、自分のところの組合員ね、うん、これが認定拉致被害者の松本京子さん、はい、うん、というのが、はい、遊泳前線の加盟組合だった尾崎商事というね、うん、そこにお勤めだったっけ、うん、なんで同じ労働組合の仲間を助けようというのがあったのね、はい、うん、それが始まりなんですね。そうそうそう、
でもう一人大政由美ちゃんはお父さんが東レという大きな会社あるじゃない、はい、そこの組合員の OB で、その娘さんがもしかすると北朝鮮かもしれないと言って、でも自分たちの仲間も北朝鮮に連れて行かれてるんだから、それをなんとかね、みんなで助けるように運動しようよと言って、まあ、遊泳前線自体は、まあ、昔からそういうのをさ、組合の中の方針に掲げてやってたわけ、はい、だからまあ、今やね、その180万人ぐらいいる組織だから、はい、そういう人たちにみんなそういうね、被害者の思いとかさ、そういうのが伝われば、すごいエネルギーになるし、そうですね、毎年その50万筆とかね、今年も官房長官に届けたんだけどさ、はい、まあ、署名を集めてね、全国でこんなにね、いっぺんに束で出してくるとかがないから、そうですよね、これまでもね、まあ、自民党政権であっても、労働組合ってさ、ちょっと偏見持ってる人も結構いるんだよ、ちょっと左なんじゃないかとか ね、まあ、 ね、それやってね、とっても大きな誤解で、まあ、彼らはその、まあ、支持してるのはさ、まあ、昔で言えば民主党なんだけどさ、まあ、そういうのも全然超えて、まあ、政治なんかどうでもいいでしょうと、とにかく自分たちの仲間が、そして日本人がね、北朝鮮に連れて行かれてるんだったら、自分たちの力でなんとかね、しようって言って、まあ、その組織だけの中じゃなくて、もう自分たちがその外部に向かって、私たちはこういう思いで運動して、皆さんね、署名をいただけませんかって言って街頭に出てやってくれてるわけ、なるほどね、だからね、簡単に言うとさ、普通のその辺のね、スーパーとかで働いてるお兄ちゃんとかお姉ちゃんが、そういうことをやってるわけよ、そうですね、書いてくれる人たちの層もね、全然変わるんだよね、確かにね、なんかやっぱそうですよね、ハードル高かったりするじゃん、署名だって、確かに書きたくても書けないとかさ、なんかいつもここでやってるっていうのは分かってても、なかなか、いけなかったりするからね、まあ、そういうのがあってね、彼らのバックアップというかさ、とってもありがたいと思う、そうですね、多分ご家族もすごいそういう思いをしてくれるかと思うんで、まあ、いつかねその辺は上院としてね、いろいろやりたいかなというふうに思います、はい、今日は、千葉薬品にお勤めだった関谷敏子さんと遠山恒子さん、そして峰島秀夫さんのお話でした。はい、夏姉、ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の音楽紹介コーナーだ、はい、まあ、さっきねその千葉のね被災地なんかの、まあ、話をちょっとしたんだけど、やっぱいろいろみんなそういうのでさ、カンパ集めたりしてんだよね、そうですね、それこそそういう被害に遭った人たちのさ、少しでも足しになってほしいとかね、まあ、そういう思いを込めてさ、みんなで現金みたいなさ形でやって、まあ、僕らの活動にもね、そうやってね、お金を集めてくれて、まあ、例えば僕がやってるその北朝鮮向けのね、ラジオ放送の資金に使ってほしいとか、被害者を救出するための活動に使ってほしいとかね、まあ、そういう思いで皆さん寄付をいただいてさ、本当にありがたいんだよね、多分もうそういう何善意のそういう気持ちがあってさ、皆さんね、そうやって寄付をいただいてさ、くれるんだと思うわけ、でもそういうのをなんとかね、僕らももっとやりやすくできないかなと思って、でまあそこでユミネに手伝ってもらうわけだよ、はいね、はい、でまあこの活動をずっとやってると、やっぱすごく難しい問題だけに、その固くなっちゃって、まあちょっとね重くなったりとか、いろいろあると思うんだけど、そうですね、その歌を通じて皆さんに知ってもらいたいとか、はい、まあ、そういう思いをすごく昔から持っていてね、で、まあ、その中で、まあ、曽我ひさみさんに会った時にさ、曽我ひとみさんがね、その向こうで生活している時にいろんなね、ことがあったわけです、その時の話を聞いて、まあ、その思いをね、どうにか歌にできないかなと思ってね、まあ、作った歌がその帰りたいという曲で、まあ、この曲は、まあ、曽我さんにね一緒に CD を持ってね、渡しに行ったんだけど、そうですね、まあ、そういう CD を買っていただくと、まあ、僕らがやっているその北朝鮮向けのラジオ放送のね、支援になるという、まあ、それこそユミネもそのボランティアの気持ちでさ、やってくれるわけだよね、なんかそういうのも、昨日はなんかその
被災された皆さんを支援しようとかさ、うん、なんかそういうのちょっと相通するものがあって、そうですね、なんかすごい、まあ、それもあったかいなと思ってさ、うん、いいよなと思った、うんうん、そうですね。じゃあ今日はちょっと帰りたいよかけちゃうからはい、はい、ありがとうございます。それではゆみねえこと宇佐美由美子、作詞作曲は私でございます言わなくてもいいかいや言った方がいいと思います。はい、帰りたい、聞いてください。
今日もエンディングだ。早いね。早いね。あっという間だね。うんうん、ところでだ。うん、あの、うん、幻の梅酒。はい、お佐野酒造。これ誰や知らねえかみんな。知る人ぞ知る佐野酒造。解禁。某茨城県山田送信所古河市地方に、はい、から発生する、うん、幻の梅酒。もう大ファンです私。そうね、はい、まあ、飲みたくても多分誰も飲めないんだけど。そうなのよ。それがいよいよ今年も解禁になりました。はい、はい、やったね今年はね、はい、来たようちにも。やったーごめんなさいね、去年は私が一人で飲んでしまって。今年は、まあ、いわゆる梅酒ね、はい、焼酎が入ってる梅酒と、はい、あと梅のシロップ。そうね、うん、シロップの2本組で取りました、はい、うちにもやってまいりました、ね、いやそれがさ、うん、うちのお袋が喜んじゃった一番でしょ、うん、あれ辰兄のお母さんもお酒大丈夫。いやなんかね、うん、梅酒の平均癖になるわとか言って。あ、美味しいもんね、うん、まあ、そんなに飲まないんだけど、まあ、飲みやすいしね、うん、そうそうそう。で、うん、まあ、いわゆる蔵元情報によると、うん、ね、蔵元情報によると、うん、そう炭酸で割って飲むとうまいと。そうなのよね、シロップなんかニューボーンの第4弾みたいだ。あ、ねね、うんうん、炭酸で飲む、うん、割るといいという情報があって、うんうん、早速炭酸買ってきました。梅酒ソーダか。そうだね、うん、梅酒ソーダって結構女性にも人気あるし、ね、そうですね。それがちょっとお袋のお気に入りになっちゃって、うん、あら、いいじゃないですか。食前酒みたいにして飲んでるよ。うーん、体にもいいしね。そうね、まあ、少しやっぱ飲んだ方がいいっていうのあるよね。あの、私去年すごいもうハマってしまって、うんうん、お会いした時あったじゃないですか、うん、蔵元、うん、蔵元ね蔵元さんじゃないけどね、そうそう、蔵元の、うんうん、佐野さん、うん、ね、今年こそあの私梅の収穫に行きますって言ったんですけどね。あ、そうだよ、手伝いに行ってたの。もう梅酒ができてきちゃったもん。そうね、うん、早いね。来年こそあの収穫に行きたいと思います。そうだね、はい、いやなんか、まあ、いわゆるね、うん、その安定供給されないみたいだから今年の出来はみたいな、ね、そうそうそう、なんかその辺が辛いところらしいよ、うん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 、安定供給できないんだけど、うん、まあ、あの僕のところには点々とあの現状報告があってですね、つける時のボトルとかね、うん、まあ、そういうの送ってきてくれたりして、うんうんうん、着々と進んでますということはお聞きしておりましたが、はい、俺のところには去年来ねえだろうって言ったのかな多分だからかなそうかもね、うん、私はほらあのいい誕生日プレゼントになりました。あ、そうだよね、はい、蔵元さんの娘さんもなんと私と同じ。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあちょうどなんだね、はい、へー、すごい嬉しかった。あ、そう、うん、大事に飲んでいます。いや、すごい誕生日と、いや、すごいんじゃないの、みんなからも誕生日のお祝いが。そうですね、うん、この場を借りて言ったらもう、はい、もうありがとうございました皆さん、うん、あのメッセージも、うん、メールとかもたくさんもらったし、うん、
プレゼントもねもらったんですよ。そう、あのほら野球好きビール好きっていうのを結構浸透してるんで、ビールくれたり、まあ、それこそね、あの梅酒をいただいたじゃないですか。そうだよね。とかあと野球グッズを。あ、そう、うん、なんかほらコップのフチコさんって知ってる？あ、知ってる知ってる。あれの野球バージョンがあるの。うーん、それがねすごい、うん、結構ね面白かった。つば九郎とかあるわけ。いや、ちょっとそれ、え、だってそれはフチコさんじゃないじゃん。なんていうの、つばちゃんのほらこういうのだよ持ってきてるの。あ、そうか、そうそうそう。あ、じゃあなんか野球のユニフォームみたいな、なんかパンツ見えそうだけど。だからそれがフチコさんなんですよ、うん、あ、そうなの。そうだよ、そこがポイントなの。そう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 、こういう感じです。あー、わざわざね、あ、みんなに見せたいなあ、そう、うん、なんかこの間ね、うん、シームレスパンツの話になって。え、何それ。ユニクロの、知らない、なんかねこうラインが見えないパンツがあるんだって。え、どういうこと。いや、女性が履くんでさ、こうだから多分線が出ないんじゃないの。知らない、ユミネ。知らない。あ、そう。何？いや、なんか流行ってるらしいんだよ、そういうのがね、うん、でそれがなんかね、うん、長州小力っているじゃない。うんうんうん、あいつが履いてるパンツみたいだっていうわけよ、うん、だからあの黒いプロレスラーが履いてるようなあんなんなんだよ。そういう話があってちょっと盛り上がったんだけど、うん、今ちょっとそれを思い出した。フチコさん見えそうだったから。そうそう、ほんとエロいな。なんだからこのぐらいだったら平気だろう。だってそうだね、Pにはなんないでしょ。まあそうだけど。あ、そっか、じゃあ、うん、野球のユニフォーム着たりして。そう、へえ、そう、それとかすごい。あとなんか野球グッズのポーチをくれたりとか。ああ、そうね、そうなんですよ。へえ、結構嬉しかったな。あ、そう、うん、みんなね、そりゃご苦労さんあれ、ちょっと待って、タツ兄からはまだもらってないな。あ、そうだっけ。もらってない。俺毎回こうプレゼンしてるじゃない。違う違う、プレゼントが欲しいんです。あ、トプレゼンしてる、プレゼントが欲しいんです。あ、そうなの、はい、あ、そうなのね、まあ、考えてきますあとこれだ。何よ。シャクレルプラネットって知ってる？知らない。シャクレルプラネットって何よ。なんかね、あのよくさガチャガチャとかであるんだけど、こうしゃくれてるのよ顔がねそう、それ結構私コレクションしてて、おうおう、それをくれた人とかいました。まあ、そんなこと言うと大変だよね、みんな。しゃくれる送ってくるかもしれない嬉しい、それすごい嬉しいそう、ね、あ、そう、うん、へー、コレクションしてるのね。そうなの、コレクションです。あとさ、メールとかメッセンジャーでちょっと思い出したんだけど、あの明けしのニューボーンあるじゃないですか。 はいはい、あれを飲みましたよっていう、あのそう、結構ね何人かの人が画像送ってくれたり。あ、そう、そう、すごい美味しかったよって。うん、結構でも買えないよね。うん、なんかまあ売ってるところも限られるし、うん、ようやく届いて飲んでますとかっていう人とか、うん、でほらあの時さチョコレートがいいよっていう話になったじゃないですか。そうだよね、チョコレートと一緒にね画像を送ってくれたりとか。いいね、いろんな情報来るね、うん、じゃあさ、うん、あのもう一回あの俺やらのさ、はい、メールアドレス言っとこうよ。あ、そうですね、うん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、 ty 俺やら、うん、俺やらでいい、いいよ、 ty 俺やら、うん、@、うん、gmail.com です。はいね、ここにまたいろんなこと送ってくれればねいいかなと思うんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、また来週。タツニユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオ T by T FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 出雲をレッドしてお送りしました。